古今亭新潮1分エピソード9、海外、新潮のプロフィールにある、外交官志望であったという記述は、独協高校時代にドイツ語を習ったことが、そのきっかけと言われています。実際ドイツには何度も足を運んでおり、レンタカーを借りてアウトボーンを運転したり、グルメを堪能していたようです。新潮が亡くなる年に2つの旅をしましたが、1つは琵琶湖沿岸を細かく巡り、芭蕉の句碑などを訪ね回りました。もう1つの旅がドイツへの一人旅でした。本人は今回もレンタカーでの旅を希望していましたが、家族の反対にアイツアーでのドイツ旅行となりました。人生に最後に一番好きな国に行けたことが当人にとって幸せだったのではないかと思います。語学堪能なことで迷惑を被ったこともあるようで、とある有名落語家が飾り窓でお楽しみを企画したのですが、事前に何をしたいかしてほしいかを申請するのを手伝わされました。後日酒の席で、000も好きもんだなぁ、そんなに好きならドイツ語勉強しろと面白話として語っていたようです。